お疲れ様です。ポンタです。今日も信長の野望波動実況していきたいと思います。チャンネル登録をお願いいたします。はい、本日はですね、徳川家康の相方、誰がベスト難題問題っていうところをいっていきたいなと思います。はい、徳川家康なんですけど、彼はですね、すごいというか、シーズン3に至っても、未だにこう対象として使っている人がたくさんいるんですよね。でも、もちろん、織田信長とかも強いんですよ。この第六天魔王の。ただ、彼は鉄砲の信長とか出てきちゃったじゃないですか。だから、そういう意味において、やっぱり家康ほどシーズン3出てないんですよね。鉄砲の信長と、この第六天魔王の信長。二つ合わせたら相当な数になるんですけど、やっぱり家康ほどじゃないというところですね。そう考えると別の家康が出てくるのかもしれないです。今のところは家康、このトップのが。シーズン1から3まで S 級武将として出てるというところになります。で、他にも最近やっぱり増えてきたのが北条早雲とかですね、毛利元就はもともといるというところです。この辺対象としてすごく多いなと思って見ております。で、その家康なんですけど、誰が一体相方としていいのかなっていうのは結構意見が分かれるところ、定番がないので、ちょっとそこら辺のところを紹介していきたいなと思います。で、今日は僕の意見というよりも、みんながどういうのを使ってるのかなっていうのをたくさん見て、10人ぐらい見させてもらって、で、こういうの多いなっていうところから紹介していきたいと思います。で、まずなんですけど、この六天魔王の織田信長やっぱり強いというか、強いんですよね。これ、武略っていうのを持ってて、部隊の攻撃速度も上がりますし、風の方は生きないんですけど、大将じゃないと。六天魔王は、やっぱ強いですよね。三部隊に一躍 250% の攻撃をしっていうところで。特にシーズン1においては、バフ能力及び攻撃能力とも飛び抜けているので、はい。シーズン1においては、家康の下に信長っていうのは鉄板かなと思います。シーズン2で鉄砲の信長が出てきても、はい。しばらくこういう編成で使ってたという方も多いんじゃないでしょうかね。で、これのまままだシーズン3でも使ってる方いますね。やっぱ、とつった後、これでずっと運用してるみたいな方がいるようです。はい。これは鉄板の 29% という連鎖率になっております。鷹狩りが趣味というところですね。で、あと、この人がすごいやっぱり合ってますね。はい。本田正信になります。本田正信は以前もご紹介したんですけど、同士討ちを付与っていうのはやっぱり効きますよね。同士討ちっていうのは毛利元就の代名詞なんですけど、はい。対象が自身を攻撃するようになるというところで、先方が発動できなくなると、もうかなり壊れてるというところで、発動間隔も30秒と、すごく、はい、相性がいいです。家康と。家康が、先方発動して、みたいなところで、その時に本田正信も一緒に発動するみたいなところが、すごく相性がいいかなとなっています。連鎖率も 34% と、右のですね、信長以上になっています。ただ、普通のガチャで出てこないんですよね、正信って。生産品として手に入れるしかないので、手に入れるのはちょっとお金だけじゃどうにもならないという意味においては、あれですよね。少し手に入れるに困るかもしれないですね。手に入れた後は、もうやっぱり、家康の片腕として大活躍となるかなと思います。で、信長の方は機長が下にぶら下がるのすごいですよね。機長は前もご紹介したんですけど、この陣合っていうのがえぐくて、はい、攻撃、防御、武勇、知略、破壊、機動感、オールバフ 15% 常にかかるみたいなところがあって、で破壊も 30% 上昇、かつ同士討ちを付与、こっちでも同士討ちを付与されるので、本田正信で、同士討ちを付与しなくてもですね、こっち の信長の下で、はい、同士討ちを付与というところで、非常に怖くなっております。右で行っても左で行っても同士討ちを付与できる人がついているというところになります。本田正信の下、定番のついてる人ってのはいないんですけど、結構大元節祭とかつけてる人いますね。はい、大元節祭と軍師つながりでこうやって、はい、知略グループを組んでいるというところですね。信長の下結構女性つけてる人が多いかなと思いますね。はい。お市をつけたりとか、あとこの機長をつけたりしてる人が多いかなと思います。この2人ですね。家康の下に六天魔王信長と本田正信をつける人結構多いというところが2つあるかなと思います。定番ですね。で次の定番なんですけど、これですね。結構多いなと思ったのはここです。で、この左側は誰かというと SR 部署の佐竹義信です。佐竹義信は、地味なんですけど、腹痛みたいな感じで、非ダメージ、マイナス5、自分の量だったら、みたいな。
とかですね、VO 150% と。SR なので、SSR ほどは強くないので、まあまあまあといった感じなんですけど、というわけで、まあ、すごい課金した人にとってみれば、そんなの使ってる人いるのっていうところあるかもしれないですけど、やっぱあれなんですよね。僕、調整ランク5、まあ、あれなんですよ。6、7まで上げずに、すぐにこのね、交流ポイントに変えちゃってるんですけど、あっという間に突れるんですよ。貫突できるので、うん。家康の下を支えるという意味では、美課金の星というところになるかなと思います。38% と連鎖率で言えば、はい、本多正信と信長を超えますので、連鎖率高い、そして嫁りやすいというところで、つけてる人も多いのかなと思います。あれですよね、源氏もついてるし、律儀者というところで、そこで、はい、連鎖率が高いのかなとは思います。で、この人つけてる人もいいなと思ったら、里見義隆ですね。里見義隆については、まあ、地理を持っていて、自分の領土内で強いと。で、こういう、舞台の武勇があるというところですね。で、地略 30% 上昇、地略 200% の攻撃も悪くないかなと思います。そういったところでですね、まあ、織田信長とか本多正信ほどは、はい、派手さはないんですけれども、やっぱ、嫁りやすい、集めやすい、使いやすいというところで、彼らをですね、とりあえずつけてるみたいな人が多いようですね。連鎖率についても 32%、38% 強いので、うん、悪くないというところで置けば、本多正信とかを中途半端に、全然嫁ってないのを使えれば、こっちの戦力が上がるよみたいな感じで使ってる人が多いようです。そうなんですよね。他に、で、地図が進むと 42% を誇る森蘭丸とかもいるんですけど、森蘭丸、ちょっとね、これ足軽が B なんですよね。B だったり、まあ、先方も 15% 上昇、4部隊と強いんですけど、かなり補助系だったりするので、火力のメインとしては少し物足りないかなというところあるかなと思います。あと、織田信忠は結構いいかもしれませんね。織田信忠は足軽も強いですし、武勇 200% 攻撃。ところもあるかなと思います、うん、ただまあ信忠をつける人はそんなには見ないですね。そこまでは見ないですね。あと今日見た中で面白いなと思ったのは秀吉つけてる人がいましたね、うん、秀吉そんなに連鎖率も高くないですし、まあ、何より戦法も噛み合ってないんですけど、まあ、こんな感じでつけてる人がいましたね。まあ、意図があるのかもしれないです。ごめんなさい、休止みたいなところがあってね、まあ、右側につけておいて足軽をアップさせるみたいなところに使っているようです。左側誰だったかな、その人は。信長でつけてたかなと思います。こんな感じですね。こんな感じの派手な、すごい酸欠で固めさせてましたけど、派手だなと思いました。まあ、確かに右の方の連鎖率はあんまりそんなに防御の時というか、待ち伏せとかでしか使わないので、うん、遊撃で使う左の方で連鎖を高めてる感じでした。はい、といったところです。いかがですかね。徳川家康の相方というところで、本多忠勝、ごめんなさい、僕持ってないんですけど、そこにつけてる人いなかったの方です。本多忠勝つけてる人が多かったらね、ごめんなさい、僕持ってないんですけど、みんなつけてましたって言わなきゃいけないんですけど、本多忠勝は、はい、そんなにつけてる人はいませんでした。本多忠勝、むしろ本多正信とかの下につけてる人がいたかなっていうところです。はい。じゃあ、まあ今日このところですね、はい、皆さん、徳川家康につけるのはこっちの方がいいよみたいなのを他にいたらお勧めしていただければと思います。今日はこんなところです。ありがとうございます。失礼します。